東王館坂上根丸は古墳時代の豪族、清は自家。新鮮聖四録、右京書主ゲによると、坂上氏は執事五冠霊帝男王大成とあり、大和の綾氏の有力な氏族である。日本初期巻第十九によると、金明天皇三十一年四月の江沼春代の創状を受け、天皇は越国に漂流した高栗施設を共応し、 大見国に到着した施設を山城の国の相良軍に用意してあった館に迎え入れている。その際に、ネマロは西木部大石と共に施設を護衛し、館で共応している。2年後の美月天皇元年6月、高栗の福祉たちによる俗の仕業に偽装した大使の殺人事件が発生した。両客のネマロは翌朝福祉たちへを取り調べたが、福祉たちは嘘をつき、 大使が天皇から歌手された妻を受け入れなかったため、礼に反するとして殺害した、と証言した。大使の亡骸は礼式を持って葬られ、7月に高栗の施設たちは帰っていった。ありがとうございます。